さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は15日金曜日なんですけど、ついに来ました、僕のところにも。ダルビッシュ選手が頑張ってくれたおかげで、皆さんの元にも届いてると思うんですが、はい、今回は41エナジーと A ランク契約書と A ランク G チーム契約書と S ランク確定 30% 契約書と S ランク契約書と S ランク G チーム契約書と S ランク特訓コーチという、このえげつない配布アイテム、多分僕がプロスピやってる間で一番すごい豪華な、はい、配り物じゃないかなと思います。はい、ということでダルビッシュ先生のおかげでね、このガチャ引けるんですけれども、まあもう早速前置きはさておきどんどん引いていきたいと思います。で、 A ランクからまず引きたいんですけど、 A ランク G チームはもうホークスのまま引きます。で、欲しいのはホークスでいうと高橋純平選手、東山選手あたりかな。 A ランクはいいっすね、知るのはいいっすよ。うん、縁起がいい。 A ランクしか出ないんですけどね、絶対。さあ誰が出るでしょう。福田周平選手は S ランク持ってないな。おお、香山選手ありがたいですね。これはまた称号をつけに行きます。ということで、ちょっと待ってね、エナジー先にちょっと邪魔だから受け取っときましょうか。はい、こっからがマジで本番です。まあ、30% 契約書でとりあえず安心したいよね。自チームはね、ちょっと最後に引くのを決めます。じゃあ 30% からいきましょうか。さあここを引けるかどうかね。この前は2分の1で一応 30% 引けましたね。あれね、ドリームキャラバンの報酬ね。お、来た、知ってるよ。いやー、これ飛んでほしいんだけどね、アラブの石油王みたいなやつが。いやー、マジか、割れるか。いや、なんでよ。石田健太選手、石田選手も A ランク取ってないかな。散ったら出てくれよって話ですけど、まあどんどんいきましょうか。じゃあ S ランク契約書いきます。いやー、もうそろそろ本当主力級欲しいですよ。今日全部散ってる。お前さっき出てこいよ。今日全部散ってるんですけどね、 A ランク契約書から。いや、さっき出てこいよな、石油王みたいな調子くん。来い。こんなことある？初めてなんですけど、多分僕こんな被るの。前の動画で小林選手引いて 30% でやったー、小林選手だー。で、今回も S ランク小林選手じゃちょっと話が違うし、もうここまでフラグ立てたら巨人で自チームは引けないから、ホークスで引きます。なんか嫌な予感がするんで。はい、嘘でしょ。まあちょっとミキサーに行くでしょうね、1枚はね。うん、じゃあホークスで行きます。最後もう狙いはね、もう何回も言ってます、もう被らなければいいです。だ、被らなければ最高。誰でもいいんです、本当に。誰が来てもチーム強化されます、被らなければ。さあお願いします。被るなよ。なんでやねん。このままじゃ終われんでしょう。終われないでしょう。ちょっと待って、ミキサー回せるかな。もうノーマルでいっちゃおうかな、もう。ちょっとムカつくわ。くっそ、マジで。全然引きんすね、最近ね。もうここで引きます。じゃあミキサーも暴走気味ですけど、ノーマルでいきます。12球団誰が来てもいいように。さあ、これが今回の動画、本当にラストですね。S ランク排出ラストです。マジでお願いします。お願いします、主力級でお願いします、突できる主力級でお願いします。いや、お願いします、本当お願い。今年はこういう年なのかな、引きが悪すぎるな。なんか玉井選手はね、ミキサーかな、さすがにミキサーでしょうね、これはね。あ、一応カットスライダーはあるんですね。で、タイピンも持ってるんだ。
悲しいな、もう。いやー、なかなか補強がうまくいかないですね。いや、もうさすがにないかな、ミキサーはね。さすがにないかな。言ってもいいんすけどね、無理やり。もう、やけくそでもなんでも。でもね、回せる選手がもういないんすよね、ミキサー。ここでね、でも投げやりになってはいけないんすよね、本当はね。そうですね。引く選手、まあ、いないかな、さすがに。いないね。いないね、全然ね。去年ね、補強にちょっと成功しすぎてね、ほんと S ランクの数は増えたんですけどね、主力が増えすぎてね、もうミキサーとか回してる余裕が正直ないんですよね。みんな結構突破が進んじゃってるんで、もったいないんですよね、ミキサー回すってなると。まあ、やるならこの田口選手省いて、金子選手省いて、金子選手にいい補強って思ったんですけど、このね、3捨てがね、ちょっと物足りないかなって感じですね、やっぱりね。まあ、正直、西川選手とかの介護官になっちゃうんですよね。まあ、周東選手とかでも僕いいんですよね、正直、足の速い選手だと。なんで、やっちゃうかも。やっちゃいましょう。田口選手、この前手に入ったんですけど、ここもう手放します。なんかこのままじゃ今日終われないですよ、ほんと。終われない。終われない。絶対終われない。これでもし出なかったら、まあ諦めはつくんですけど。いや、終われないですよ。せっかくね、ダルビッシュ選手がね、いい、プレゼントくれてね、こんな引きで台無しにしてね、ほんと。ダメですよ。もうここで逆転しますよ、今日。もう出しますよ、本当に。主力級。お前、見るんだよな。出してくれよ、頼むから。さあ、お願いします。今日、青い方の全部見てるような気がする。気のせいかな。そうでもないかな。さあ、お願いします。来い！中山選手はね、実はね、もう2回目なんですよ、今シーズン入って引くの。もう無理ですね、もう、今年はちょっと無理かもしれない、本当。なんか精神的にきついな。マジか。あ、ちなみにね、この多分、ライジングスカウトってやつ引くぐらいなら、このエナジー使って、キャラバン回ることをお勧めします。まあ、関係ないですけどね。あの闇ガチャだと思いますよ、これは。あんまりね、1% 初戦変わっただけでも変わんないですよ。出るときは出るし、出ないときは出ないしね。もったいないんで、それだったらドリームキャラバン回った方がいいと僕は思います。はい、今日はとんでもない、久々にこんなに派手に爆死をしたような気がしました。なんか納得のいかないような。ミキサー2回行って、S ランク契約、S ラン獲得系のやつをあんだけ引いて出なかったのはマジ久々、ほんとこんなに落ち込んだのはほんと久々です。まあ仕方ないんですけどね、こればっかりは。まあまたね、まあ今ちょっと低迷期ということで、まあおとなしくしといた方が本当は良かったんですけど、まあまだキャラバンもね、おそらくあと1枚ぐらい30パック契約書間違いなく取れると思うんで、まあこっち頑張っていきたいと思います。こっちで巻き返したいと思います。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。